ナンダムーリタラーカ・ラーマラオ・ジュニアは、インドのテルグ語映画で活動する俳優、プレイバックシンガー、クチプディダンサー。ジュニア、ネトラレ、トレクの通称で知られている。俳優として、テルグ語映画で活動し、政治家として、アーンドラ・プラデーシュ州首相も務めた、エヌティー・ラーマラオの孫である。1996年に、リマイア・ナムで、子役デビューし、2001年に、 ニンヌ・チャダラニーで俳優デビューする。これまでスチューデントナンバーワン、アージ、シン・ヘイドリー、ロッキー、ジャイ・ラバークサ、ヤマドンガ、テンパー、ナンナク・プレマとアー・ウィンダ・セイモ・サベラ・ロガバで評価を得てきた。2012年にフォーブス・インディアのフォーブス・セレブリティ100で27位に選ばれ、2016年には55位に選ばれている。 テルグ俳優ナンダムーリ・ハリクリシュナの息子として、ハイデラバードに生まれる。ビディア・ラニア高等学校卒業後に、セント・メアリー・カレッジに進学する。クチプディのダンサーとしても活動している祖父は、俳優、政治家のエヌティ・ラーマ・ラオ、同じく俳優、プロデューサーのナンダムーリ・カリアン・ラームは、義系、俳優、政治家のナンダムーリ・バーラクリシュナはおじ、政治家のチャンドラ・バーブ・ナイドは、 ギリの叔父、俳優のタラーカラトナ、政治家の奈良・ロケーシュは、いとこにあたる。2011年5月5日に、マダプールのヒテックシティで、ナーンラクシュミー・プラナティと結婚式を挙げ、二人の息子をうけた。リマイ・アナムの監督、グナシェカールは、同作でのラーマラオ・ジュニアの演技に感銘を受け、2000年半ばに、スチューデントナンバーワンの主役に、彼を起用するように、 ss ラージャマウリに推薦した。しかし、スチューデントナンバーワンの制作が長期間に渡っていたため、ラーマラオジュニアは、ラモジラオとの間に先に出演契約を結び、彼がプロデューサーを務める、ニンヌ・チャダラニーで主役を務め、同作が、ラーマラオジュニアの俳優デビュー作となった。2002年に、VV ビナヤックの監督デビュー作、アージに出演し、 同作は200日以上上映され、ラーマラオジュニアは無名俳優からスター俳優へと上り詰めた。同年にはビーゴーパールのアレリー・ラムズに出演し、同作は平均的な評価を得た一方で100日以上上映された。2003年にエイム・ラトノムのナーガに出演し、スチューデントナンバーワンに続き、ラージャマウリのシン・ヘイドリーに出演し、同作は 工業的な成功を収めた。この頃から若者のイメージを払拭するためアゴヒゲを生やすようになり若者向け映画からファクションドラマ映画に出演するようになった。2004年にプリジャガンナードのアンドラワラに出演し、続けてビナヤックのサンバに出演した。2005年にはナーアラデュに出演し、ラーマラオジュニアのキャリアの中で 初めてのファミリードラマ映画への出演となった。2005年にはインドラの出来を評価して、ビーゴーパールと再び契約を結び、ラスサムジデューに出演し、同作ではボリウッド女優のアミーシャパテル、サミーラレッティと共演した。同作は批評家から酷評され、ラーマラオジュニアのキャリアにとって大きなマイナスとなった。その後、彼は、 俳優業を一年間休止し、再開後にスレンダール・レッティとの間に、アショウックの出演契約を結んだ。しかし、同作は、工業的に失敗し、ラーマラオ・ジュニアは、トップスターに返り咲くことができなかった。アショウックに出演後、ラーマラオ・ジュニアは、クリシュナバムシの、ロッキーに出演し、タミル・ゴ映画女優のスハーシにマニラトナムと共演した。同作は、 ラーマラオジュニアのキャリアの中で最高作品の一つとされている。2007年には、ラージャマウルと3度目の出演契約を結び、ヤマドンガに出演し、モハンバーブ、クシュブースンダルと共演した。同作は、工業的な成功を収め、ラーマラオジュニアは、フィルムフェア賞最優秀テルグ語映画主演団優勝を受賞して、テルグ語映画のトップスターに返り咲いた。 2008年にメヘール・ラメシュのキャンド・トゥリーに出演し、批評家からは賛否両論だったもののラーマ・ラオ・ジュニアのダンスは評価が高く、アイゴクレイジー123年のカ・キャンド・トゥリーのダンスは絶賛された。2009年はローク・サバー総ー選挙でのテル・グデ・サム島の選挙運動に参加するために俳優業を一時休止した。2010年にアドハースでアンドラ・ラワラ ナーラディに続きに役を演じ、同年には、恋愛映画の監督として知られるバムシパイディパリーが、ディルラージュと手掛けた、ブリンデイバナムで9年ぶりに恋愛映画の主演を、務め、カージャル・アグルワール、サマンタ、ルス・プラブと共演した。同作は、工業的な成功を収め、おじ、バーラクリシュナ主演の、新法を破り2010年最高額の工業収入を、記録した作品の一つとなった。 これにより、ラーマラオジュニアのテルグ語映画での地位は揺るぎないものとなった。ラーマラオジュニアとナンダムーリ・ハリクリシュナ2011年にメヘール・ラメシュのシャックティに出演し、イリアナ・デ・クルーズとロッキー以来二度目の共演を果たし、アショウックのスレンダール・レッティが監督したオーエセラベリに出演し、タマンナーと共演した。オーエセラベリは、 映画は重度のネトラレファンのためだけのものだったと批評された。2012年にダンムに出演し、トリシャー、カールティカ・ナーイルと共演した。2013年にシュリー・ヌバイトラのバード・シャー・テルグの皇帝に出演した。ラー・マラオ・ジュニアは出演に際して巻き毛を矯正して髭を伸ばし、マフィアのドンをイメージさせるため外見を一新した。 同作は4億8千万ルーピー以上の興行収入と50日以上の上映日数を記録した。同作では、ラーマラオジュニアのダンスが批評家から称賛された。この時期は、ラーマラオジュニアにとってヒット作に恵まれない不遇の期間であり、バードシャーテルングの皇帝は唯一の成功作であると同時に、日本で彼をスター俳優として認知させた作品だった。同年に、 ハリシュシャンカルのラマヤ・バヘイバイアに出演し、シュルティ、ハーサン、サマンサルス・プラブと共演した。ザ・タイムズ・オブ・インディアは、ラーマラオ・ジュニアの演技について、映画は完全に主人公の周りにパッケージされ、ネトラレはクールでスタイリッシュに見えます。彼はキャラクターに溶け込み、映画を担う素晴らしい演技を提供しましたと批評している。2015年にはプリジャガンナードの テンパーに出演し、批評家と観客から演技を高く評価された。同作の成功を受け、2016年に、スクマールの難楽プレマトに主役として起用され、ラクルプリートシン、ジャガパティバーブ、ラジェンドラプラサードと共演し、フィルムフェア賞最優秀テルグン映画主演団優勝を受賞した。同作では、役作りのために毛髪と髭をゲル化しており、 批評家からは演技力を高く評価された。同作は、バードシャーテルグの皇帝を超える8億7000万ルピーの興行収入を記録した。同年9月には、コラタラシバのジャナサがレージに出演し、モハンラル、サマンタ、ルスプラブ、ニティア・メイノーンと共演した。同作は2016年公開のテルグ語映画の中で最高額の興行収入を記録し、 バーフバリ伝説誕生に次いで、当時2番目の歴代興行収入を記録した。一方、批評家からは、良いメッセージがあるにもかかわらず、モハンダルト、ジュニア、ネトラレの映画は何も新しいものを提供できない、予測可能なドラマだったと告評されている。2017年に、K.S. ラビンドラが監督、ギケイ・ナンダム・ユリ・カリア・アン・ラームがプロデューサーを務めた、ジャイラ・ラバックサに出演した。 2018年に、トリビクラムスリニバスのアー・ウィンダ・セイモ・サベラ・ロガバに出演し、プージャー・ヘーグ・デー、イー・シャレッパ、ジャガパティバーブと共演した。同作は非評価から高く評価され、テルグ語映画の歴代最高額の興行収入を記録した映画の一つとなった。スター・マーのテレビ番組ビッグ・ボス・テルグの司会を務めており、全番組の中で最高視聴率を記録している。 2009年インド総選挙では、テルク・デサム島の運動員として活動していた。同年3月26日、選挙運動で、ハイデラバードに向かう、途中のスーリア・ペートで、交通事故に巻き込まれた。ラーマラオ・ジュニアは乗車していた仲間と共に車外に、放り出されて負傷し、シカンダラーバードのクリシュナイカ大学で治療を受けた。同年に発生した洪水の被災者救済のため、 州首相の救済基金に200万ルーピーを寄付することを発表した。ありがとうございます。